こちらの本、金沢市内の主婦が昨日出版した本なんですが、表紙に描かれています絵ですが、皆さん見たことがあるのではないでしょうか。そうです、北陸中日新聞の PR ポスターなどにも採用された輪島寛太さんの絵なんです。妹の楓さんも創作活動に取り組んでいまして、今兄弟で注目のアーティストなんです。そんな2人を育てたお母さんが綴った本、子育てへの思いを聞いてきました。大きな紙いっぱいに描かれたたくさんの笑顔。この絵を描いているのは金沢市の高校1年生、輪島寛太さん。明るい色使いでたくさんの人や動物たちが笑顔で集まっているのが寛太さんの絵の特徴です。寛太さんの妹、中学2年生の楓さん。楓さんもおとぎ話や童話をモチーフにした切り絵を作っています。2019年、鬼塚タイガーに2人のデザインが採用されたことをきっかけに、兄弟アーティストとして注目されるようになりました。そんな2人に共通するのは、幼い頃に自閉症と診断されたことです。もうとにかく悲しくて、もう自分がなんていうんですかね、まあ健康な子というのか健常の子というのか、とにかくそういう子を産めない、まあ産めなかったんだなっていうことの悲しみが、なんか全部自分のせいっていうふうに思ってしまって、暗い気持ちがかなり長く続いたかなと。母、牧子さんです。兄弟が2人とも自閉症と診断されたことに悩み続けました。しかし牧子さんを救ったのも2人でした。お母さんはいつもニコニコしてるし、穏やかでいいよねとか、好きなものがあって本ボロボロになるまで読んでて羨ましいなとか、あ、そんな風に感じるんだっていう風に、うちの子にはないことがこの子にはあって、でうちの子にはこういうことがあって、あ、みんななんかそれぞれにいろんな色を持っていて、あ、子供って面白いなって、なんかそういう風になんか純粋にこう思えるようになった。そんな牧子さんが子育てを綴った記録が今回出版されました。そこにはこんな言葉が綴られています。へこんでいる部分を責めず、得意部分では適切なフォローをする。子どものマイナス面を見るんじゃなくて、プラス面を見るっていう、その子たちが過ごしやすい環境をお互いに許せる範囲でこう用意していくっていうのが、まあ、してたことかなと思います。いや、自分で爆破爆破する全然動じないわ、うん大したもんやり牧子さんのありのままの子育ての記録がこの本には詰まっています。多分ここに書いてある子育てってちょっと変わってたりすると思うんですよ。うちと違うっていうふうに思う方も当然いらっしゃるとは思うんですけど、みんなそれぞれ違うことが面白いっていうことに気がつけるきっかけになってくれたら、はい、もう本当どんな方にでも読んでいただきたいなと思います。